市有楽町夏祭り2017丸の内で打ち水を発信させていただきます。現在手元の温度計は 30.2 度、夕方になって少し風も出てまいりましたが、この後打ち水をしてさらに量を取ってまいりましょう。たくさんの方に浴衣でお集まりいただき、とても華やかですね。ありがとうございます。ご挨拶が遅くなりましたが、このステージの司会を務めさせていただきます。東京有楽町にありますラジオ局日本放送のアナウンサー箱崎みどりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに、本イベントの主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2017実行委員会、大手町丸の内有楽町地区まちづくり協議会会長杉山博隆よりご挨拶させていただきます。杉山会長、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、大手町丸の内有楽町夏祭り実行委員会杉山でございます。委員会を代表して一言ご挨拶申し上げます。まずは本日の清水に、このようにたくさん、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また本日は公務ご提案の中、山本環境大臣、小池都知事が、石川千代田区長さんの、出席をいただいております。本当に心より厚く御礼を申し上げます。この打ち水でございますが、丸の内の打ち水、2005年にスタートいたしまして、今回が13回目ということになります。そもそも、この打ち水を始めようというきっかけはですね、日本本来の涼みの文化というんでしょうかね、水をまいて気温を下げると、環境にも優しいですし、エネルギー問題に対しても優しい。そういったことをですこの丸の内から発信していきたいということでスタートいたしました。現在は町田に矢倉がございますが、盆踊りも合わせてやるようになっております。日本の文化、伝統文化をここから、発信していきたい、そんな思いで、進めているところでございます。それからここは今回のイベントのこの中、漁港通りを中心に、公共空間を使わせていただいております。これも本当に今日はやっております環境省様、東京都様、千代田様、そして JR 東日本様、その他関係いただいた皆様のご支援ご協力の賜物でございます。改めて感謝を申し上げますとともにですね、いよいよ東京は2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えております。徐々に近づいてきております。ぜひまたそういったようなイベントも含めてですね、この公共空間を使わせていただいて、日本全国に情報を発信をしていきたいなというふうに思っているところでございます。この夏祭り、8月27日までいろんなエリアで、いろんなイベント盆踊りもございます。今日ご覧いただく縁日もあります。色の楽しい催し物を用意しておりますので、ぜひ、今日ご参加の皆様ですね、いろんなそのイベントにこれからもご参加いただくようお願い申し上げたいと思います。以上お願い申し上げさせて、私の簡単な挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございました。続きまして、同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2017実行委員会メンバーの環境省を代表しまして、環境大臣山本浩一よりご挨拶をさせていただきます。環境大臣の山本浩一でございます。私は愛媛県の宇和島というところのものでございまして、まさか東京のこのど真ん中でこんな素晴らしいイベントに出くわす生涯になろうとは思いませんでした。大変感激をいたしております。私の前の環境大臣小池都知事がこのクールビズも、そして打ち水もアイデアをお出しになって今日に至っております。私は1年経過いたしますけど、小池さんほどの知恵がないんで苦戦をいたしておりますけども、こういう機会を通じて国民の皆様、そしてまた都民の皆様が環境問題に関心を持っていただくことになれば、
嬉しいなと思っております。打ち水というのは日本の伝統であります。それがこの東京のど真ん中で復活をしようとしている、大変嬉しいことでございます。どうぞ今日のこのイベントを機会に、これからますます日本という国、日本という国の国民が環境問題に関心を持っていただいて、世界に冠たる環境立国日本を目指したいと思っております。今日はどうもありがとうございました。山本環境大臣、ありがとうございました。続きまして、同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2017実行委員会メンバーの東京都を代表しまして、東京都知事小池百合子よりご挨拶させていただきます。小池都知事、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。打ち水のプロを受賞しております、東京都知事小池百合子でございます。2005年2006年の打ち水に環境大臣として参加をいたしました。今回これで丸の内で打ち水、私3度目となるわけでございます。この打ち水は本当に江戸の時代からの知恵として、現在でも生きている環境の手段ツールでございます。ぜひ雨水など、それから使った水をちょっと貯めておいてですね、それを有効に活用していただくと、ちょうど渇水のような状況も生じておりますので、ご協力いただければとこのように思います。7月24日、3年後の7月24日、そして今日含めまして、ちょうどオリンピックが開かれているその時期でございます。9月6日までパラリンピックが開催されるということでございます。ぜひおもてなしのためにもですね、この打ち水という誰にもできて、そして一瞬にしてヒヤッと感じる、このことをですね、ぜひ、オリンピックパラリンピックの期間中もですね、ご協力いただければとこのように思うところでございます。東京都といたしまして、今年は打ち水日和ということで、この打ち水大会を行いましたところ、都内各地で1万人もの参加を得たところでございます。ぜひ江戸の知恵を今のこの21世紀に改めて見つめ直してみて、そして素晴らしい東京の環境を皆さんと共に守っていきたいと存じます。本日もこのような形で素晴らしい盆踊りと一緒に開催していただきました実行委員会の皆様方にも御礼、私もその中入ってるんですね。そうですね、御礼を申し上げます。ありがとうございました。小池都知事、ありがとうございました。続きまして、同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2017実行委員会メンバーの千代田区を代表しまして、千代田区長石川雅美よりご挨拶させていただきます。石川区長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。13回連続解禁をしております千代田区長の石川でございます。一言ご挨拶と申します。打ち水は町のにぎわいを私は作るものだろうと思います。そして知事からもお話にありましたように、おもてなしをする、あるいはおもてなしを作るのが打ち水だというふうに私は思っております。どうぞ皆様方が身近なところでできる範囲で打ち水をしていただくことが、オールジャパンとしてクールな夏を過ごせるんだろうと思いますし、おもてなしにもなるだろうと思います。どうもよろしくお願い申しまして、ご挨拶といたします。石川区長、ありがとうございました。続きまして、ステージにご登壇いただきました方々を私からご紹介させていただきます。最初に実行委員会のメンバーとしてご登壇いただきました、三菱地所株式会社取締役兼代表執行役執行役社長吉田純一様です。続きまして、このステージの後ろにございます東京駅からお越しいただきました、東日本旅客鉄道株式会社
常務執行役員東京駅長小池久美子様です。吉田社長、小池駅長、ありがとうございました。それではこれより打ち水の準備へ移ります。ご登壇者の方々はスタッフの誘導でご移動いただき、スタンバイをお願いいたします。準備をしている間になりますが、本日ご登壇された方々以外でこの打ち水にご参列いただく方々をご紹介させていただきます。最初に環境省水大気環境局局長速水照義様、続きまして東京都環境局局長遠藤雅彦様、続きまして千代田区環境まちづくり部部長星名翔吾様、続きまして東京ステーションホテル総支配人藤崎彦様、続きまして三菱地所株式会社代表執行役執行役専務相葉直人様、続きまして三菱地所株式会社執行役常務湯浅哲夫様でございます。さて打ち水の準備も整ってまいりましたが、皆様ご準備いかがでしょうか。本日皆様にお配りしているお水は東京国際フォーラム様よりご提供いただきました中水になります。普段は植林などに散水として使用しているお水で、施設内の飲食店内の厨房排水や雨水をためたお水をろ過処理したお水になります。さあここで打ち水の前になりますが、本日大勢の皆様にお集まりいただいておりますので、ステージ前にお並びの方々と参加者の皆さんとで記念撮影を行いたいと思います。東京駅側にいらっしゃる皆様にお願いがございます。ステージ正面からこちらですね、こちら側からカメラマンが撮影をさせていただきますので、被写を上に上げてポーズをお取りいただきますようにお願いいたします。桶にはお水が入っているかと思いますので、お水はまだ、打ち水の時まで取っていてください。被写を上に上げてポーズをお取りいただきますようにお願い申し上げます。そしてステージ上の皆様も桶と被写をお持ちいただいて、写真撮影のポーズをお取りいただきますようお願い申し上げます。それでは準備が整いますまで今しばらくお待ちくださいませ。後ろの方ぜひですね、被写を上に上げてポーズをお取りいただきます。そうですね、そちらちょうど和牛串のあたりの皆様のあちらをこう習って、そうですね、皆様被写を上に上げてポーズをお取りいただきますようお願い申し上げます。それでは準備が整いましたので早速撮影をしたいと思います。ステージ上の皆様、私せーのと掛け声をかけさせていただきますので、皆さん一斉にそれと掛け声をかけながら被写にお水が入っていると思って打ち水をお願いいたします。実際の打ち水は皆様後ろの皆様もですね、後で時間がありますので、今撮影をエアー打ち水でお願いいたします。それでは、はい、ご参加者の皆様、そうですね、ちょっと腕きついかもしれませんが、どうぞポーズ取っててください。それでは写真撮影を
たします。よろしくお願いいたします。では私掛け声かけさせていただきます。大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2017、せーの、それもう一度参ります。皆様、ソレの後にシャッターを切っていただくということですので、ソレの後でちょっとストップしていただけるとよろしいかと存じます。それでは壇上の皆様、次はですね、七人の皆様のカメラで撮っていただくということですので、目線やや下の方でお願いいたします。それでは参ります。せーの、それそれではもう一度参りましょうか。はい、すみません、何度も何度も。今度はムービーの皆様のカメラの方に目線をいただきまして、そして次はムービーで撮りますので、後ろの方もどうぞ動いていただいて大丈夫ですので、記念撮影ムービーで行います。それでは掛け声させていただきます。せーの、それステージ上の皆様ありがとうございます。皆様よろしいでしょうか。すみません、お待たせいたしております。それでは皆様ご協力いただきましてありがとうございました。大変お待たせいたしました。続けて本番に参りますので、今度は実際のお水を支度に入れてスタンバイをお願いいたします。そしてご参加の皆様、ご覧の通り多くの方々にご参加いただく打ち水になりますので、桶試着の数に限りがございます。すみません、お待たせいたします。できるだけ皆様で共有していただいて、たくさんの方が打ち水にご参加いただけるようにご協力をお願いいたします。はい、そしてステージ前にいらっしゃる方、カメラにかからないようになるべく前の方で寄っていただいて打ち水お願いいたします。それでは準備はよろしいでしょうか。本番を始めさせていただきます。大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2017、せーの、それご注意いただければと思いますが、いかがですか。ちょっとね、風吹いてまいりましたね。涼しい風が渡っています。本日は東京消防庁丸の内消防署の方々にも水消火器をお持ちいただいてご参加いただいております。後ほどご参加の皆様にも丸の内消防署の方々にご指導いただきながら、水消火器お使いいただきまして、地域防災の意識を高めていただければと思います。壇上の皆様ありがとうございました。ご参加の皆様もありがとうございました。以上をもちまして、大手町丸の内有楽町夏祭り2017丸の内で打ち水を終了させていただきます。そしてこの後は6時頃から両方通りで東京丸の内盆踊り2017がスタートします。まだお待ちになっております皆様、ぜひですね、踊りの輪に加わって、夏の風物詩である盆踊りお楽しみくださいませ。また丸の内エリアの人気飲食店が屋台、キッチンカーでお祭り